日本中国地方山陽地方岡山県岡山市東区瀬戸地域瀬戸地域は岡山県岡山市東区にある広域地区かつての赤岩郡瀬戸町に相当する2007年1月22日に岡山市に編入合併し瀬戸市所の管轄地域となった本校では赤岩郡瀬戸町についても述べる2010年現在地域内全域の大技に 瀬戸町の名を冠している。岡山市の最東部にあたり、岡山県の南東部、旧赤岩郡の南端に位置する。北隣は赤岩市、西隣は岡山市東区上道、南隣は岡山市東区最大寺、東隣は赤岩市でとなる。地区の中央に鉄砲山と呼ぶ小高い山があり、周辺は瀬戸鉄砲山公園が整備され、山頂には、 テレビ放送の備前瀬戸中継局が設置されている。その東側を吉井川、西側を砂川が流れている。鉄砲山と砂川に挟まれた瀬戸駅周辺地区、砂川西岸の玉井地区、鉄砲山南麓の片瀬地区、及び鉄砲山から北東にやや離れた吉井川流域のト富地区からなる。南西部と北東部にはやや平地が広がるが大半は、 標高100メートルから350メートルの丘陵地となっている。町の東端を吉井川が北から南に流れており、川沿いの北東部、万富地区にキリンビール、岡山工場があり、平成19年4月には中四国では初の体育学部を要する艦隊平洋大学が設立された。 主な自然環境古墳時代にはこの辺りが瀬戸内海の海岸線であった。このためか、江尻、片瀬といった海辺を思わせる地名が残っている。奈良時代には半田が置かれたため、上理性の跡が残っている。一般に古代引く中世の道はアップダウンを避けて東高線に沿って曲がりくねることが多いが、この地域は上理性の名残で、瀬戸駅周辺の道は、 五番の目上である。中世には豪族の物理士が支配した。町長姉妹都市、提携都市農業が中心産業であるが、キリンビール、岡山工場が立地し、工業生産額も多い。また、住民の多くは、岡山市内等に通勤する勤労者である。小学校、中学校高等学校4年生大学短期、大学鉄道路線瀬戸駅。 マントミ駅バス路線道路大巡る省、巡る山城後電話番号電話の単位料金区域は岡山瀬戸 MA に属し、市外局番は086となっている。郵便番号郵便物の周配は以下の視点が行っている。瀬戸町に関するカテゴリー、ありがとうございます。